はい、では続きやっていこうと思います。さて、あの前回ね、エスタークジマ倒したんですけれども、なんかね、まあ、リュナの目的とも合わせて、やばい女がいたと思うんですけど、天空人を裏切って、地上に降りてっていう、あの人に会うためだったみたいな、リュナの目的は。ということが前回分かって、この、作用部に行ってみます。お。イベントがありそう。ちょっと回復してないんだけど、その女と戦うことになったらやばいんですけれどもね。大丈夫かな。お願いします。なんか宝箱見えた。左の方にあれ取りたい。あ、これが前回倒したエスタークの話です。どうやら目的地はここみたいだ。なんかぶつかってる、なんか結界が張ってんのか。一体何を。ね、母親に会いたくて暴れてるのさ。母親、そう、こやつよ。昔、そう、一種か。話した天空人の女。そうそう、彼女の名はイシュカ。イシュカはこの世界を再構築するために災いの子3体のエスタークを産み落とした。そして世界に激しい混乱と絶望をもたらした大罪人なんだよ。大罪人イシュカ。天空人イシュカはその罪によって異界へと封じられた。マスタードラゴンの手で。これはなんか語られてましたね。もし再び彼女が目覚めたら、新たなエスタークを生み出し、今度こそ世界を破滅へ導くだろう。この世界を真に救いたいと願うなら、彼女を倒す他に方法はないんだ。なるほど、リュナさんやるんすか。おお、行こう、兄さん。これが最後の大仕事だ。回復してないんですけど。行かせぬぞ。あ、出てきた。お前久しぶりだな。ネグル。ネグル。また僕の邪魔をするのか。人の話を返せぬ愚か者が。愚か者が。次元竜。ここより先は通すわけにいかぬ。なんか次元竜も確か配合できるよね。この子と同じかわかんないけど。あー、ちょっと待って。回復してマシーン。いや、またネグル戦ですね。再びやっていこうと思うんですけど、まあいけるか、大丈夫か。まあ、ブレス警戒やね。確率一応回復、回復そこまでいらん。いや、でもデフォイもあった方がいいか。で、ドラゴン息効くか。早く息普通。全国回は効かない。ミラクルソード閃光山、500一気でいっか。ちょっと待って、青木さん確かドラゴン斬りあった。あ、ありました、ありました、ありました。で、じゃあ MP 回復しながら行こうかな。いざとなったらね、エルフの飲み薬使うことも考えて、さて行きましょう。お、ラブリー、効く？効かんか。わーはー、こいつ何の攻撃してきたっけ。おー、いいっすね、いいっすね。もうピラーマ人外になるとさ、2回攻撃もなくなるんだよね。攻撃スクルト入れるか。スクルトド
ラゴン切り、ポピーちゃん、ベフォーマラじゃない、ベフォーイムでいいか。ベフォーイム、素早く行き、賢者の潜水。はい、これを。あ、ベホマズンでもいいか。ベホマズン2回入れようか。ベホマズン、ミラクルソード、賢者の潜水をこっちかな。ベホマズン、よしよしよし、ボタン。おー、ちょっと待って、あ、ブレスは大丈夫。よし、もうちょっと攻撃いきますかね。絶対レード普通、癒しの雨。癒しの雨ってイレブンの時、あのおじいちゃんが使ってた印象あるわ。めっちゃドラゴン切り、あー封じられてます。あ、でもそっか、癒しの雨とか光の波動使えるんだ。早く行き、あれやな、エルフの飲み薬使うか。はい、はい、これを。足の雨、ほら、ロボスパーク、これは厄介ですね。あれ、なんで、あ、やばい、ちょっと戦いをしちゃった。癒しの雨回復するしかないか。おお、ナイスナイス。いいぞ、ドラゴン切り。なほど、やめて。おお。なんかもうなんか戦うコマンドでいいような気もしてきたな、なんか。いけるか、お前たち。多分最適な行動取ってくれると思うんですよね。癒しの雨。あ、絶対レード。強い。とりあえず行き、あ、ちょっと待って、これフバーフ切れてんじゃん。いかんいかんいかん、フバーフ、フバーフ切れましたね。できないのが痛いな。ほら、攻撃、攻撃。いや、そんな、まあ、ほとんどめっちゃしてくるね、もう。これ沈黙解除できんのかな。ピーちゃん、ベホマズン、はい、で道具、賢者の潜水。
すい。はい、ガブリは効きません。こんなに可愛いの、あーなんだ、全然解除できんじゃん。ひゃー、あら、おー、いいね999きつかー、ありがてー。スクルトかけるか。で、ポッキーちゃんはどう使う？はい。あ、魔人切りすんの？ドラゴンね。うわー、魔法トン。いいんじゃない？もう戦うでいくか。あ、サンドブレス。169。ピッチ。ネグル HP 高いですね。なかなかやられませんな。クバハ大丈夫だよ。あれクバハ切れてるの？まだ HP 高いから大丈夫だけど。光の波動の方がいいか。ゴリゴリなくなる。神社の潜水まだ光の波動解除してスパーク打ってくる。ほら、クバーハかけ直した方がいいかな。踏まずにしよう。はい、こんな可愛いのにどうせラブリー効かんねん。あ、いかん。おお、よし、ドラゴン切り。ちょっと火薬優先させた方がいいかな、これ。HP が高え。お金もらえないのこれ。ねえ、せっかくボス戦なのに金くれ、金くれ。せっかくあれやな、ほとんどのお金を肉にしちゃったからな。お金欲しかった。薄命の洞窟での忠告を忘れたか。忘れたか。言ったはずだ。その男は世界を終焉に導くつもりだと。そう言ってましたね。ネグル、あんまり不安を煽らないでくれ。僕の真の目的は世界を終わらせることじゃない。ただそうなってしまうだけさ、家庭でね。あ、ちょ、かわいそすぎる。今日こいつ2回も倒されてんぞ。ネグル、彼の言う通り、僕はこの手で世界を終わらせるだろう。だけど異界の扉はもう開いてしまった。イシュカは間もなく目覚める。彼女を倒さなければどうせ世界は終わってしまう。今さら考えても仕方がない。はあ、最悪の女神イシュカの目覚めだ。インカの目覚めみたいなじゃがいもね、インカの目覚め。あ、イベントなっちゃう。ちょっとこれまた3連戦とかってしないよね。セーブしないんだけど。
さ、ちょっと高棒取りに行こうとしたんですけど、イベント始まっちゃった。あ、出た。私を揺り起こすのは誰でしょう。大罪人イシュカ。フィタドゥーラ、ラパタドゥーラ、ビエンドゥーラ。あの3匹のエスターコの前ね。お前たちが私を起こしてくれたの。かわいそうにこの世界の者たちに滅ぼされてしまったのね。愛しい我が子らよ、少し眠っておいで。なんかエスタークがママ大好きっていうのちょっと可愛いね。萌えちゃう。この世界は美しい姿で再生する。さあ世界を作り直しましょう。何をする。新しい姿になってる。あ、どっちもいいね、ビジュアル。どっちも好きやで。女王の姿に与えられるのは贅沢な死です。進化の夜明けは近い。旅立つ者たちよ、破滅の糧となるがいい。いよいよ大詰めだ。祝宴を始めよう。やばい、また回復しないのですが。あー、来た。いや、今回ここまでかな。じゃあ、一週間戦はまた次回やっていきますか。もうちょっと MP がやばいな。これはもうエルフの飲み薬をジャバジャバ使うしかないですね。では、お疲れ様でした。